Spinner. J-WAVE ANA ワールドエアカレント、今回は2022年2月12日放送。ゲストはバイオリニストでハルダンゲルバイオリン奏者の山瀬里央さん。ノルウェーの民族楽器ハルダンゲルバイオリンとの出会いを通じて、山瀬さんが学んだノルウェー流幸せのあり方とは。お楽しみください。リオさん、やっと会えましたね。やっとお会いできました。すごい嬉しいです。いや、あれ何年くらい前だっけ。なんか僕ほら一方的に連絡を取りたくて。はい、私が紹介してますノルウェーの民族楽器のハルダンゲルバイオリンを。そう、ハルダンゲルバイオリンをとにかく一度僕も、まあ、弾いてみたいというのもあるけれど、はい、なんかその時作ってたあのコンサートっていうかショーが、はい、なんか割と世界の弦楽器みたいなのを紹介するコーナーみたいなのを作ろうと思ったわけ。なかなかさ、バイオリンのコンサートに来てもさ、でバイオリンっていうものもそもそもやっぱこうクラシカルなイメージ持ってるので、はい、僕は例えばちょっとこう、まあ、同じバイオリン、普通のバイオリンを使っても、例えばフィドル、アイリッシュの音楽やったり、あるいはブルーグラスとか、はい、ね、やっても、あ、同じ楽器なんだみたいなことになるわけじゃない。そうですね。でそこでこのノルウェー のハルダンゲルが来たら、ちょっとこう、はい、バイオリンなんだけど見た目はね、はい、でもすごいエキゾティックだし可愛いじゃないですか。楽器として綺麗じゃない。そうです ね。であれをなんかちょっとステージで紹介できたらいいなみたいなことを策略したわけですよ。なるほど。 で日本でハルダンゲルといえばもう山瀬亮だという話になって光栄でございます。まあでもその時はちょっとなかなか企画が通らなかったんですが、はい、まあ、そんなことでいつかお会いできるだろうと思っておりましたが、はい、こんな形で今日はお会いできてお招きいただきましてありがとうございます。よろしくお願いします。でそもそも、はい、このまあハルダンゲルもそうですが、ノルウェーの音楽との出会いってのは一体何なんですか。もともとがきっかけはあの私の10歳離れた姉がノルウェーの人と結婚したというところから、うん、ノルウェーとご縁ができました。姉は、ね、ノルウェーの方と結婚したんですが、うん、私はノルウェーの文化とその後結婚したような感じで。あ、そういうことか。はい、でなんかこうじゃあお姉様の旦那様といろいろ関わりができる中で知っていて、はい、そうですね。そもそもは、私が大学を卒業した年に、姉はピアニストなんですが、うん、あ、そうですか。はい、あのムンクの叫びのムンクも、うん、あのノルウェーの、そうだね、はい、有名な、ね、うん、あのアーティストの一人なんですが、彼の博物館で、まあ、日本人で初めてコンサートをするという企画が立ち上がりまして、うん、ほう、ムンクの絵の前で弾くの。じゃムンクの、ね、絵に囲まれ て、はい、360度大変贅沢な贅沢もだけどムンクの絵って結構驚々しいじゃないですか。あれだけじゃなくて。そうですね、あのでもね、太陽の絵であったりとか、うん、やはりあのいろんな絵があるので、まあ、そういう絵に囲まれた、はあ、あのコンサートホールというのが美術館の中に昔あったんですね。でそこであの初めてあの私と姉でデュオコンサートということでさせていただいて、まあ、そこであのノルウェーという国にそもそもの深い縁ができて、でそのコンサートがとても評判が良くて毎年させていただけることになりまして、はい、まあ、ノルウェーではそういう活動をして、日本ではまあせっかくなので、うん、そういうノルウェーの音楽、はい、結構ね、まあ、グリーグは大変有名なんですが。そうだね、なんかやっぱり世界的に見るとクラシック音楽に限るとやっぱりグリークになっちゃうよね、ノルウェーイコールね。そうです ね。でもね、例えばハルボルセンとかね、はい、私たちバイオリニストだと、うん、あのよく弾くんですが、はい、ハルボルセンであったりシンディングっていう方であったり、まあ、あとは少し現代でビオルンスターとかいい作曲家が多いんですね、はい、であのそちらをあの日本でも紹介したいなと思いまして、うん、であの日本では、まあ、普通のクラシックのバイオリンとピアノでコンサートを続けて行ったり来たりしてるうちに、うん、もっとなんかあの自分自身が北欧を語る上で、うん、そうだね、勉強し直さなくてはいけないと思って、うん、であの歴史であったりとかあの、まあ、グリーグの伝記をもう一度読み直して、その中でこのハルダンゲルバイオリンというのが、うん、まあ、ノルウェー語ではハーディングフェーレという、ハーディングフェーレ、はい、はい、ノルウェー語ではそういう言い方をするんですが、うん、まあ、その楽器にグリーグが非常に影響を受けて、うん、まあ、クラシックのその後のラヴェルやドビュッシーにも影響を与えたというような文節が結構こう、うん、書かれてるんですね、はい、でこれは一体何なのかなって
と思って、うん、まあそこにちょうどいいその兄に聞いてみたんですね。これはどういう楽器なんですかって、うん、そしたら、あ、この楽器はね、あの都会では見れないんだよねって言って、そうだろうね、はい、地方に、ノルウェーのすごく田舎に行かないと見れないんだよね、うん、そもそもハルタンゲルって多分地方の名前じゃないの。そうなんですよ、はい、西ノルウェーにある地方の名前なんですが、うん、まあそこに行くと見れるんだけど、はい、都会だとちょっと見れないんだよねっていうことで、まあそこからハルタンゲルバイオリン探しが、ああ、そうか、始まりまして、そうか、すごい時間かかったんですが、最終的にはまあこれも不思議なご縁かなと思うんですが、うん、日本のノルウェー大使館の中で世界で活躍している、うん、はい、ハルダンゲルバーリン奏者の一人であるアンビュルグ・リエンさんという方が大使公邸でコンサートをするから、はい、いらっしゃいよと、いらっしゃいよというあのそういうことで、まあ、彼女とお会いして、うん、でそこでアンビュルグ・リエンさんから、まあ、ハルダンゲルバーリン の, あの扉の鍵をいただいて、まあ、私の師匠にあたる、うん、人を紹介していただいたりとか、で修行が始まった、修行が始まりました。クラシックの普通のバイオリン弾いてるのと全くわけが違うでしょ。そうなんですよ、ね、全然違うので、まあ、よく言うのは、うん、あのピアノとチェンバロのような違いがありますという言い方を私はするんですね、うん、まあ、ピアノ弾ける方も、うん、チェンバロはなんとなく弾けるけど、うん、でもやっぱりきちっとは弾けないので、そうだね、そういう意味ではトレーニングを受ける必要があるということで、うん、なかなかその日本人とかご覧になったことのないような田舎の地域に、うん、一人で修行に行って、うん、はい、であのこの楽器は楽譜がないので伝承楽器なんですね、はいはいはい、ですから日本でいうと琵琶のようなもの、うん、タブ譜みたいなものはあるの。あ、人によっては、ね、人によってはそういうのを作る方もいらっしゃるんですが、けどやっぱりもう基本的にはそうですね、あのいわゆるその弾き手の何々さんの楽譜みたいな形になってしまうので、うん、なるほどね、有名な曲でもそれぞれ皆さんアレンジが違うんですね、うんうん、違うよね、だからなんかこう昔話みたいな、はいはい、そういう人それぞれ同じ話でもちょっとニュアンスが違うような、うん、そういうものなので、うん、まあ伝承という形であの習うのが一番スマートで、ね、はい、民謡と申しますか民族音楽と言っていいのかわからないけれど、はい、それが一番自然な形だからね。そうですね、沖縄の音楽だってそうだし、譜面誰もないけどとりあえず教えてもらったやつがだん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 伝わっていくわけでしょ。それがね本当に文化ですし、うん、伝統だし、まあ、うん、私たちの血となり肉となり、うん、すごく意味があることだなと思いまして。そうだね、あのいわゆるこうアイリッシュでいうところのエアーっていうかさ、ゆっくりな歌的なものも、はい、そしてダンスチューンもあるわけ、はい、そうですね。でももともとはダンスのチューンがとても多いです、うん、結婚式とかの冠婚葬祭に欠かせられない楽器なんですね、うん、この楽器は。なので披露宴でみんなでダンスして楽しむというところで使われたので、うん、タンタカリールみたいなタンタンタンリール系もありますし、あのノルウェーらしいというのは、うん、ハーリングって言って速い2拍子とスプリンガルっていう3拍子拍子があるんですね。例えばその速い2拍子はどういうリズムになるの。基本はタン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 のにうんタン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 ってこれが、うん、でハリング でこれは男性の踊りがつくんですね。でこれメロディー的にはターティコターティコターティコタカタカっていう。そうですね、そういう形が多いです、うんうんうん、で3つのやつはワルツはワントゥスリーワントゥスリーって1が強いんですが、うんうん、3がちょっと重めになって、はい、で土地によって、うんうん、あの方言みたいに3が少し長くなったりとか、はいはい、 そうですよね、そのあたりが土地によって違います。それもでも早い、どういうリズムですか。早いですね。タッ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 タってこと。そうですねっていう場合もありますし、うん、タン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 なんですけど1がどんどんずれていく感じで、はあ、でも最後メロディーに戻ると、うん、ちゃんと1に戻ってるとか、うん、あ、分かる分かる、なるほどね、はい、なので楽譜に書くとね多分非常に混乱するので、うん、まあ、そういう意味では伝承の方があの楽ですね。そういやとにかくやっぱポリリズムがすごいじゃないですか、はい、ああいう音楽って、はい、タッチとタッチとタンタンタタタタタタンってやるとタン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 一緒になってくるでしょ。なってきます。でもお客さんたちははいはいみたいなことになってるわけじゃないですか、はい、トントトトトトトトン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 みたいな感じでしょ。はい、面白いよな。でもなんかその分かんないんですよね、実際ダンスと合わせると本当おっしゃる通り、ね、なんかあここでお辞儀が入るのねみたいなそういう場合もあるので、まあ、そういう意味ではやっぱりダンスも踊れた方がいいですし、文化として全て学んでおいた方がまあいいんだなっていうのは行けば行くほど思います、
素敵だな。下ね、共鳴弦ってあれ何本ついてんの？あれはね、あのグリーグの時代は4本でした、はあはあ、でも今現存する最古の楽器はね、はあはあ、あの2本あるんですね、はあ、なのでそもそもは1本だったんじゃないかという話で、で最近はね5本が人気です。だんだん増えてきてる。5本の共鳴させるってことは何？ペンタトニックでチューニングするってこと？そうですね。ああ、そうなんだ。もうあのなので下の共鳴弦から、あのグリーグの朝の、あのタララ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 ラ、あれが生まれたんですね。あれ行ったり来たりするとそのチューニングになってるので、シーソーファーミーですね。シーソーファーミー、まあ、そう、いいメジャーで考えてね、ミーファーソシーソーファーミーファーソシーですね、はい、それに、上の4本の基本的なチューニングは何なの？は上から行くと、下からかセミシファになります、うん、シミシファなんだ、はい、それがすごくそのノルウェーの人が求めてる特別なあのメロディーと、あとそのハーモニーを醸し出すということで、それ以外にも例えばトロルって言って北欧の妖精、妖怪になるんですが、うん、トロルチューニングというような他のチューニングも何通りかあるんですね。あるでしょうね、はい、なのでそういうのをね勉強しだすともう楽しい。そうね。いやー実に面白い、ね、一瞬ちょっと音聞かせてもらうなんてできる？あ、いいですよ。ぜひ。あのね、普通に思ってるバイオリンの音色と全然違うんですよ。だから皆さんもこんだけこうちょっと専門的な話をしてても一体何のこっちゃと思ってると思うんで。たまんないね。ありがとうございます。そう、なんかね楽しくなってくるんですよね。で、あのちょっとこう足でリズムを取るのがノルウェー流で、打楽器がないんですね、民族楽器の中に。そうそうそう、アイリッシュもそうで、結局足のね、足をステップするっていうところで、はい、その分だからビートを出さなきゃなんないからね、弦楽器がね、はい、はい、だからもうその音楽を楽しむっていうところのなんかその原点に入っていけるっていうことでは、私はその、ね、もちろんクラシック の音楽も大好きなんですけども、この楽器を学ぶことによって、うん、さらにその音楽の楽しさっていうのをまた再認識できたので、すごい私にとっては運命的な楽器でした。素敵だな。ちょっとこれ欲しいんだけど。あ、ぜひお待ちしてます。ハルタンゲルンのフィヨルドってのは美しいんですか？美しいので、ぜひ今度ぜひあの訪れていただきたい。絶景ですか？絶景です。なんかね、神様が住んでるような、そういうあのもうすごくフィヨルド、そうですね、フィヨルドがあって、はい、高い山があって、その上に氷河があって、うん、いつ訪れても同じ風景を 見れないぐらい、すごく変化激しいあの土地なんですが、まあ、それこそグリーグもその土地を愛して、その土地でたくさんの名曲を生み出したという、まあ、文化的にも大事な場所なので、ぜひ訪れていただきたい。そうだね、まあ、今とにかくこの現状でなかなかこうね世界旅行をすることが難しい昨今でございますけれども、はい、まあ、いつかね行ける時が来るに違いありませんからね、はい、その時にいろいろと見てみたいんですけれど、このハルタンゲル地方 このホテルってのはこれなかなか王室御用達なんですね。そうなんです、うん、特にねあの女王様が、はい、あの今すごく愛用されているウレンスバングホテルという、そのホテルはね本当にハルダンゲルフィヨルドのど真ん中にありまして、そうで、そこ の庭先にグリーグの作曲小屋もご覧いただけます。あ、それは移転されてるってこと？そうですね、移築というか、もともとは山の上にあったのをちょっと移築して、うん、でもそのホテル自体にもグリーグあのもう、5代目のオーナーなんですが、1代目はグリーグにも仲良しさんだった。そうですか。そうなので、そういう場所に訪れるとね、グリーグの足跡をたどることができるので、なかなか楽しいです。民族博物館っていうのもあるよね、はい、民族博物館もあのそうですね、あのいろんな民族博物館があるんですが、まあ、そのハルダンゲルバイオリン自身がそのハルダンゲル地方で生まれて、うん、まあ、日本でいうと本当津軽三味線みたいな、ああ ね、そういう意味ではそのハルダンゲルの博物館っていうのは、あの一番古いハルダンゲルバイオリンご覧いただけたりとか、あと他にも民族楽器があるんですが、そういうのもその博物館の中でご覧いただけます。あのさ、はい、なんかこう
箱みたいになってて、はい、対象ごとじゃないけどピンピンって弾くのもあるよね。ランゲレイク、ランゲレイクです。ランゲレイクって言うんだっけ、はい、ランゲレイク、ロングレイね。そう、あのコンコンって弾いて。さすがお詳しいだよね。あるよね。あります。あれね、本当にもともとあれは女性が弾く楽器 でフィドルはハルダニルバーリーの方は男性が弾く楽器だったんですね、昔は、はあ、今はもう本当に一緒に合奏するんですか。合奏もします。はい、うん、そうだね。でも私もそのランゲレイク実は持ってるんですけど。あ、本当難しい。でも一応手前にあるのが主弦になって、はい、あと全部共鳴弦なんです。あ、主弦は1本なの。1本なんです。あ、そうなんだ。それでメロディーってか、トン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 やって、はい、やって。でも爪ピックを持ってこう弾くので、はい、その姿はもう縦膝ついてこう弾いてる姿見ると本当おことっと。そうだね、対象ごとに見てるね。なんかね、すごいそっくりで最初で結構ショックでした。あ、なんか日本文化に似てるとか思って、うん、そうだね。はい、ハルダンゲル地方って言ったら例えば、はい、食事ってのはどんなものが。食事はね、うん、もうねめちゃ美味しいですよ。本当はい、うん、もう普通にフィヨルドで取れるマスとか、はい、あとラムもとても美味しくて、うん、あとロブスターとかも、うん、フィヨルドロブスターとかも非常に美味しいです。調理法的にはどんな雰囲気になるんですか。あ、もうグリルが一般的なんですが、はい、まあ、最近ね寿司の、うん、のブームで、はい、まあ、少しフレッシュなものもいただくようになったんですが、うん、ぜひ博士さんがハルダンゲルに行った時に、うん、食べていただきたいのが、うん、伝統料理になります、はい、羊の頭の料理というのがありまして、うん、子羊の頭を2回ほどボイルドして、うん、でドーンと出てくるんですね。うん、いいね、はい、もう塩味。塩味です。塩味にちょっとコンビーフっぽくて、それにアクアビットという、うん、そう、ノルウェーの焼酎をつけていただくと、うん、もうすごい楽しい気分になります。いいね。いや、寒いところだからね、とにかくやっぱりこう、はい、アクアビットもそうですけど、ロシアで言うところのボッカとかみんな同じ酒ですね、はい、でとにかく温まるっていうね。温まって、あとちょっとアクアビットは、うん、ハーブがそれぞれ土地で違って、はい、そのハーブがねシュッて、あ、そうですか、スッキリって感じでね、お食事とちょっとその脂っこい食事とも合うので、うん、すごいいい組み合わせで、うん、それぞれの、まあ、土地、他にもね、いろんな、はい、アクアビットがあるんですが、私は結構そのノルウェーのアクアビットと、あとグリーグがすごい気に入っていたシードル、うん、シードルね、あれとかも向こうに行くとよく飲んでます。ああ、そうですか、はい。クリスマスなんていうとどんな雰囲気なんですか。クリスマスはもうね、日本で言うとお正月のような雰囲気で、うん、24日から26日っていうのは大好きな人と家族と集まって静かにお祈りをして過ごすというような、そういう特別な日なんですが、はい、でもクリスマスのね、伝統料理がこれまた土地それぞれに素晴らしいものがありまして、うん、羊の、やっぱり子羊を使ったピンネヒュットっていう、はい、ちょっと塩漬けした、うん、子羊をグリルしてこういただくものであったりとか、うん、あとタラを使ったものであったりとか、はい、なんかね、すごいその日本でいうと何だろう、お雑煮みたいな感じですかね、うんうん、土地それぞれにいろいろな、ね、味があって、うん、すごいね、もうご飯の話になると止まりませんねいやでも出てくる食材だったらやっぱり調理法がこう北国っぽくていいですよね。そうですね。で、あと、サンタさんのモチーフになってるニッセっていう納屋に住む、はい、妖精がいるんです、ね、あ、そうなんですね。でその妖精に24日の朝早朝に、はい、ミルクがゆ、うんうんうん、ミルクを牛乳で長時間煮込ん で、うん、そこにレーズンとお砂糖とシナモンを入れたミルクがゆという、うん、そういう伝統、何を煮るんですか。ミルクでお米です。お米ごといいの。で、昔は麦とかだったんですが、そうだ、大津とかでしょうね、はい、ね、大津とかで、それをお供えしないと、うん、翌年、うん、ちょっとこう不幸になるみたいな、うん、そういうね、昔話とかもあって、でもそのミルクがゆもすごく美味しいので、はい、てかやっぱり今もちろんどんどん変化もしてるでしょうけれども、やっぱり北欧の、ね、田舎の方に行くと、はい、まだまだ昔のそういういい文化っていうのか、そういうのは残ってるところ多いでしょうね。とても多いですね。そこがノルウェーのなんて言うんでしょうね、良さっていうんですか、はい、例えば方言が彼らにとっては美徳で、うん、いろんな土地の方言を誇りに思って喋っている、うんうん、で音楽も同じで、西と東ではやはり全然違うので、はい、なんかそういう文化ってすごい素敵だ。日本もね、それぞれの土地の方言はある、ね、のあるんですが、うん、それを皆さんがなんか標準語とかを使わずに、うん、こう自分たちのアイデンティティだって言って話してる姿っていうのはすごい素敵だなと思って見てます。
さてリオさん、先月に初のエッセイ集とでも申しますか、これ、はい、タイトルが面白いんですけど、悪いのはお天気ではなくて着ている服だっていう、はい、ご本を出されましたが、そうなんです、うん、このタイトルはノルウェーのことわざなんですが、ノルウェーではね、天候が良くないので、うん、天候を理由にして何かできないとかしないっていうことを、うん、始めてしまったら何もできないっていう、うん、はい、例えば大雪であっても着ている服装を変えればできるよねっていう、うん、そういう考え方がベーシックにあるんですね、うん、で今の、状況も例えばコロナだから何かできないとかっていうんではなくて、はい、ちょっとこう考え方とか変えて、できることをしていこうっていうような気持ちを込めてこのタイトルを取ってエッセイ集になってるんですが、はい、北欧の、幸せの考え方、あと平等であったり福祉であったり、そういうことを現地の17人の有識者の方とインタビューをさせていただいて、そちらも交えた一冊になっています。日本人にとってはイメージとしてはね、はい、僕なんか一番初めに来るのサーモンだよねそうなんですよ。でもね、最近皆さんお耳にすることもあると思うんですが、世界幸福度ランキングで常にね、北欧、はい、そしてノルウェーは2017年に1位になって、非常に福祉も充実して、幸福度が高い国なんですね、はい、で私もその平等の考え方とか、実際非常に古い楽器を習うというところで、私もドキドキ最初して、なんかどうしよう、破門されたらどうしようと思って日本式の考え方をしてたんですが、実際行ってみると、まず先生っていう言葉がないんですね。ヒエラルキーをなくすために昔敬語をなくしてしまった国なんですね、でそういうところで非常にその平等への考え方っていうのも進んでますし、あとさっき言ったより天候が良くないのに、こんな風土の中でなんでみんなこんなに幸福度が高いのかしらって思うことが、実際行ってみると、あ、こういうことなのかなって思うことがいろいろご自分で体験できて、でそれをもっと掘り下げてインタビューをしてみたいなと思って2019年だったんですが、日本だとソフィーの世界で非常に知られている作家のヨースタインゴルデルスさんであったりとか、あと政治家の方とか大戦で活躍されている方とインタビューさせていただいて、まとめて今回ちょっと一冊として出させていただいたんですが、それこそサーモン含めていろいろ食文化なんかもたくさんご紹介くださってますよね。そうですね、やっぱり食文化が似ている風土が、例えば海があり山があり、さっきちょっとお話ししましたが、そのトロルという自然の神様がいるっていうところでは、すごい日本の、文化とも似てますし、人柄が非常に内気で恥ずかしがり屋さんなんですね。あ、そうですか。なのでそこもね、日本の方とよく似てるので、国民の数って何万人ぐらい、530万人ぐらいになって、なるほど、ね、少し増えましたね。移民が結構多いの。でも500万人くらいっていうのは一番民主主義としてさ、はい、統率できるんだよね。本当にそう思います本当におっしゃる通りだと思います。だからね、そういう小さくしていくっていうのはこれからいろんなことを考え、日本もさ、要するに地方でなんとかいろんなことをまとめていくとかさ、はい、ね、え1億3000万人が一つになってってなかなか難しい話でね。もちろん今でもノルウェーはすごく難しいんですね、例えばジェネレーションギャップとかもありますし、でもそのさっき言っていたそのお天気を理由にして何もできないっていう考え方ではやってないんですよ、やっぱりまず変えちゃえって言って、変えても変えなくても問題は起きるから、変えたことによって起きた問題は少しずつこう直していけばいいよねっていうところでは非常にその考え方が若いので、 それもサイズが小さくてからやりやすいよね。そうですね、でもやっぱりそういうものに対して年配の人はブーブー言いますし、でもそのブーブー言う年配の人たちをどうサポートしていくかっていうのが、それは政治家たちの力なので、はい、でもとにかくこういう北欧の小さな国だったりで新しいことをトライしている国にいろんなことまだまだきゃならないなっていう、いいですね。ぜひ皆さん、このリオさんの悪いのはお天気ではなく着ている服だっていうこの5本ね、読まれて北欧のもちろんノルウェーのことを知る、そしてその後ね、この我々日本の未来みたいなことも考えていただければなと思います、はい、ぜひ、はい、ぜひ読んでいただきたいです。さて最後にこれは皆さんにいつも伺ってるんですが、リオさんにとっての旅って一体何ですか？そうですね、私にとっての旅はハルダンゲルバイオリンの共鳴弦のようなものです。でバイオリンはね、共鳴弦がなくても非常に華やかで美しい音を醸し出しますが、共鳴弦があることによって深みを増すことができたりとか、ちょっとしたこう人生のスパイスになるので、そういう意味では共鳴弦のようなものかなと思います、
ありがとうございました。ありがとうございました。 ANA World Air Current